これ今裏のお寺で何かズンちゃんズンちゃんやっています。こうビラは車でいっぱいです。おっちゃんは無料で提供しているみたいで、ここは駐車場と化しております。これはすごい量の車なので、すごい人でしょう。何やらお祭りです。おはようございます。今日はブッダのお祭りらしいです。後ろのお寺は昨日から賑やかです。昨日の夜からズンちゃんズンちゃんやってて、今日8時朝から音楽が聞こえてます。先ほどパレードでしょうか、車のトラックから行列が。これは覗いてみましょう。参加してもいいらしい。ぐいぐいってるから。なんか人がすごいです。今は8時過ぎたところですが、地元住民がわちゃわちゃいます。昨日の夜あたりから音楽ずちゃんずちゃんで人がいっぱいなので、今すごい渋滞してます。あ、米欧人の方もバイクでこちらに来られたので、多分人の波に何だろうこれはっていうので、米欧人の方も来てるので、みなほたちもいる。おっちゃんも場所を提供しています。人も車もフルです。満車。これはちょっと見ましょう。人がいっぱいです。ポリスだよ。今日はここ地元住民がいっぱいなんじゃないですか。何やら人がいっぱいです。なんか楽しそうだね。爆竹です。いつもワンコが警備しているので、ビビった稲穂たちはまだ入ってなかったので、お家の 真裏です。これを機にお寺に来ましょう。何やら愉快な音楽が流れております。これはお寺に寄付するやつでしょうか。皆さん徳を積むためにいろいろ寄付するみたいです。楽しそうです。お稲穂たちも混ざります。みんな踊っております。あれはタイの衣装でしょうか。もう綺麗な歌を歌いながら練り歩いております。賑やかです。あ、なんか修行を終えた僧侶のために開催するお祭りらしいです。あ、衣を贈呈する。この日に皆さん無償で提供するらしいです。これはアイスクリームでしょうか。アイスクリームをもらいましょうか。
アイスクリームをもらいました。ココナッツ、ココナッツ。今アイスクリームもらいました。今日はもうお祭りでいろいろ無料で提供するみたいです。すごいです。お姉さんここがいただきます。ココナッツアイスです。お姉さんが作ってくれたココナッツアイス。ありがとうございます。いただきます。甘くて美味しい。美味しい。ココナッツの甘さがちょうどいい。これは本当に無料でもいいのでしょうか。フェスティバル。アイスを食べながらで失礼します。あ、食べます。どうぞ。あのピーナッツが美味しいです。ピーナッツと食べるのがね、これ美味しいんですよ。ピーナッツと食べる。タイの人の民族衣装でしょうか。すごい綺麗です。で、鮮やかだよね。布がね、すごい刺繍がすごい。織物がめっちゃ可愛い。男の人も今日はなんか下に巻いてます。布を巻いてます。あれはチャオツンも巻いてたよ。すごいね。素敵。あげます。あとちょっと。あ、まだ言える。これはさっきのパレードの車です。賑やかです。とりあえず人がこんなにいるなんて、こんな広いなんて思わなかった。いろいろなんか料理が振る舞われてます。キッズが食べまくっております。てかみんな食べまくってる。これはね、ちらほら外国人の人もいるので。お席を聞くところでしょうか。今日は皆さん特別見ます。これは介護が分かったら何を言ってるか分かるのですか。ご飯なんかもちろんじゃあ、すごい数の提供者だよね。いただきました。いただきました。これはとんかつ唐揚げです。揚げたてです。いただきます。あ、豚肉の唐揚げです。おいしい。揚げたてです。衣がパリパリです。熱いです。これは無料でこんなにいただいてもいいのでしょうか。おいしい。これは家族で来てる人が多いですね。親子、家族、あとキッズが多いです。いや、キッズが子供らしくていいですね。裸足で駆け回ってます。じゃあいただきます。パック大体日本の共同は英語だ。また
らからいただいてきました。これカレー炒めです。おばちゃんが作ってたのいただきました。ありがとうございます。いただきます。ココナッツの味がするカレー。素晴らしいお祭りです。ありがとうございます。工場の方は朝からずっとお経を読んでおります。今忙しい一日でしょう。なんかずんちゃんじゅんさんがちょっと収まってきてなんか始まってる。揚げパンいただきました。揚げパン。おいしい。熱々サクサクです。これはシンプルな揚げパンです。ドーナツ。おいしいです。揚げパンがふわふわ。揚げパンふわふわ。おきごさんもなく。ハットです。親瓶です。これは親瓶。これは今日はケイビーはお休み。これは今日はここで寝る。親瓶です。今日は給食です。うわ、ここはすごいですね。ヤシの木がいっぱいです。すごい国です。みんな笑顔、みんな優しいです。今すごい尊敬乗ってた。今日は車がいっぱいです。今日は一日にぎやかそうです。これは歓喜の始まりです。貴重なお祭りです。だがしかしお家お牛の裏でお祭りがあるなんて思いませんでした。さあちょっと涼みましょう。暑かった。わあ涼しい。それでは戻ってきました。賑やかでしたが、もうそろそろお昼を過ぎて皆さんお帰りです。静かになってきました。車もいっぱいあったのですが、だいぶ少なくなりましたので、今日は稲穂はタイのお寺のお祭りに参加しました。ごちそうさまでした。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ポチッとお願いします。お願いします。タイのお寺に行きます。明日はちゃんとお参りに行きましょう。今日より静かでしょう。